平野市洋がインスタにアップした写真が話題。岸優太の看板は岸優太の合流を示唆 ?2023 年10月12日、元キングプリンスへのメンバーである平野市洋26が自身のインスタグラムを更新し、撮影した写真が注目を集めている。 写真の中には、行き止まり U ターンできません、と記された看板と共に、平野仕様が立っている様子が映っていた。これによって、平野のファンたちは、この写真に込められた隠された意味に注目している。写真に映っていた看板の文字は、岸優太、と読むことができる。 この文字列は、キシユータという発音にも聞こえるため、ネット上ではこの写真が9月にジャニーズ事務所を退社した元キングプリンスへのメンバーであるキシユータ28の合流を匂わせているのではないかという噂が広まっている。一部のファンは、この写真がキシユータの今後の動向を示唆しているのではないかと考えている。 しかし、これは単なる推測であり、現時点では確証が得られていない。平野紫耀は今年の9月にジャニーズ事務所を退社し、株式会社飛べ、という滝沢秀明氏が立ち上げた会社に所属している。彼はその後、新たな道を歩むことを決意し、その一環として今回の写真を投稿したものと考えられる。 また、株式会社戸辺は15日に緊急性配信を行うことを発表しており、ファンたちは今後の平野仕様の活動に期待を寄せている。岸優太に関しては、彼のジャニーズ事務所退所後の動向は不明であり、ファンたちは彼の今後について関心を寄せている。岸優太自身はこれまで詳細なコメントを発表していないため、 ファンたちは彼の今後についての予想を巡らせている。一部の人々は、岸優太が新たなステージで活躍する姿を期待している。平野紫耀がインスタグラムに投稿した、岸優太という看板の写真が、岸優太の合流を匂わせているとの一部のファンの憶測が広がっている。しかし、現時点ではこれはあくまで憶測に過ぎず、確証は得られていない。 一方で、平野市要と岸優太の今後の動向に対するファンの期待は高まっており、両者の今後の活躍に注目が集まっている。その一方で、岸優太の具体的な動向については、現時点で明確な情報はなく、ファンたちは彼の今後の活動に対する予測を巡らせている状況である。今後の双方の動向に注目が集まっている。